皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。今回の動画は業種別の創業融資のポイントで、その中からサロンですね、サロン関係のビジネスについてお伝えします。まあ、サロンでいくつか業態があると思うんですけれども、エステとかネイルとか、リラクゼーションとか、機械使ったやつとかいろいろあると思うんですけど、何をするかっていう話と、どういうコンセプトでやるのかっていうのがこうビジネスとしても大切だし、そもそも必要資金の額にも大きく影響をしてきます。で、特にテナントを借りるっていう時は本当に注意してもらいたいんですよね。で、テナントを借りる時は融資を行った後に契約する、これだけ覚えておいてください。で、この点、融資を申し込んだらこのテナントの契約書を持ってきてくださいっていうふうに言われるんですよね。じゃあこれと相反してるんですけれども、ちゃんと不動産屋さんに行ってこうお金を借りたいと思ってるんですっていうふうに言ったら、借り契約とか、借り押さえとか、名称はいろいろあるかもしれないですけど、ちゃんと手続きしてくれると思うので、もうここですね、ここ、融資実行後に契約する、これをしっかり、これだけはしっかりやってください。逆の場合ですよね。テナント契約しました、でも融資受けられませんでしたって言ったらテナント契約だけが残るから、そうならないようにしてください。で、この動画で伝えることについては、融資に関するの基本的な理解と、業種別の特性ですね、あと手続きの手順っていうのをお伝えしようと思っています。で、自己紹介なんですけれども、会計事務所の代表をしていて、創業融資を専門にやっています。で、こんな感じで、テレビに取り上げられたりだとか、ウェブの取材なんかも受けたりもしています。で、何か聞きたいことがあったら、概要欄にリンク貼っているのでそこから行ってください。で、ここからが動画のポイントなんですけれども、まず融資に関する基本的な理解が、業種の特性を本当は言いたいところなんですけれども、やっぱりある程度のことを知っとかなあかんなっていうふうに思うんですよね。で、まずはやっぱここですかね。もし僕が今から例えばそのエステやりたいだとかネイルサロンやりたいです、お金借りたいと思ってますみたいなことをこう質問とか相談とかされた時に真っ先に言うのは、やっぱりその開業資金って一番最初にしか借りられないよっていうことを言うんですよね。やりましたと、自己資金で開業さすことができましたと、1年ぐらい経って苦しいから借りたいんですって言っても、もう時すでに遅しっていうことがあります。だからもし融資を行うんだったら最初にやってくださいっていうふうに言います。一方で自己資金なくなったらもう絶対にやめるっていう人は絶対に融資しちゃダメです。お金を借りちゃダメです。パチンコ玉がなくなったらパチンコやめますみたいなのと一緒です。だからこの2つは絶対に僕は言うことにしています。で、その次にはやっぱりお金の話が重要になってきていて、で、やっぱり設備資金と固定費の3ヶ月分ぐらいの資金が必要ですよっていうふうに言うんですよね。で、これは必要資金の話ですよね。で、じゃあ資金調達、自分がお金をどんだけ持てるのかっていう話で、自己資金で足りれば、それで OK なんですけれども、足りなければ借りてくるしかないと。で、その時にお金を借りる目安っていうのが大体あって、で、自己資金の 2.3 倍ぐらいがいいところかなっていうふうに僕は思っています。で、設備資金プラス固定費3ヶ月分の金額を計算しましたと、それと自己資金と融資額の合計を、予定額ですね、融資予定額の合計を比べてみて、どうかなっていうのを考えます。で、ここは簡単な話で、設備資金の方が一般的に借りやすいっていうふうに言われてるし、事業計画はやっぱり作成した方がいいんですよね。やっぱりその創業融資の可能性を 1% でも上げるにはちゃんと努力をした方がいいっていうふうに僕は思っていますし、だからこそ僕みたいな専門家が必要なのかなっていうふうに思っています。で、サロンとかってやっぱり女性が始めることが多いと思うんですけれども、やっぱり予算は多めに、リアルはケチにっていうのを考えといた方がいいんですよね。で、女の人って結構この予算をケチる人がいて、予算上もケチる人がいるんですよ。
これもし逆だったらどうなるかっていう話ですよね。予算ものすごく削りました、でもリアルはもっとかかりましたって言ったらお金なくなるじゃないですか。それはダメなんですよ。逆なんですよ。ある程度予算は多めにこう何があってもある程度対応できるような形でちょっと多めにしておくと。じゃあいざお金を使うってなったらめちゃくちゃケチにすればお金がちょっとずつ浮いてくると思うんですよね。それが余裕につながってくるので、これはその考え方としてはまあめっちゃ重要かなっていうふうに思います。続いては、まあ、業種の特性の話です。でこの業種の特性については、まあ、例えばですけど、まあその創業融資をお願いしますっていうふうに言われた時に、僕がまあこういうことを考えるかなとかっていうのをベースになっています。でやっぱり一番重要なのはやっぱこのキャリアの話です。で今エステに勤めてます、それ独立したいですっていう人は何の問題もないんですが、今会社でじゃあ事務してますと、営業事務とかをしていますと、そういう人がじゃあ一念発起してこうエステサロンを開きたいってなった時に、じゃあキャリアないじゃないですか、実務経験ないじゃないですかって言われた時にどうすんのっていう話があります。で通常なんですけれども、その創業融資の中でこのビジョンとキャリアとキャッシュっていうこの3つが揃えば基本的には借りることができます。逆に言うとこれがなかったら結構借りるのって難しいんですよね。難しい。でその異業種、その今まで事務とかしてた人がエステやりたいっていう話になったら、この実務経験っていうのを積むことができないんですよね。積むことができない。で実務経験のないパターンっていろいろあるんですよね。例えばそのサラリーマンが脱サラしてラーメン屋始めるとかもパターン、よくあるパターンなんですけど、やっぱりそういう時も実務経験がないから、あの融資は難しいね、自己資金でやってくださいっていうことになりがちなんですよね。じゃあそういう人どうしたらいいのっていう話になった時に、じゃあ半年とか1年とかバイトしたらどうですかみたいなことを言われたりするんですよ。じゃあこうサロンとかの話になると、やっぱりスクールとかがあるんですよね。スクールとかがあると、だからそのスクールとかに行ってますと、それでちゃんとできるようになりました、ネイル の教室に通ってますとか、そういうものでこの足りない実務経験をまあ補うことができる、まあ実務経験とまでは言わないですけれども、それを補う、何にもやってませんよっていう人よりもまあ有利になるっていうことがあると、まあ、ここは結構特性なのかなっていうふうに思いますね。次はやっぱり支出の分岐点を明確にするっていうか、まあ、いくつか選択肢があると思うんですね。それに応じてやっぱり必要な資金って変わってきます。でどういう分岐点があるかっていうと、やっぱり店舗の立地ですよね。まあ店舗っていうか、そもそも自宅でやるのか、まあテナントでやるのかみたいな話ですよね。あと内装どのぐらいお金かけるの、 DIY でやりますっていうんやったらほとんどかかんないし、そのムードが大切なんですとかっていうんやったら結構かかりますよねと。あと設備ですよね。ネイルとかだったらそこまで設備かかんないかもしれないですけど、このエステマシンを使います、その痩せるためのマシン使いますとか言ったら全然違いますよねっていう話ですね。でまあ初期段階から従業員がいるっていうのはまああんまりないかもしれないですけれども、例えばテナントで結構広いところでやるっていうんやったら従業員とかも必要な時があると思うんで、こういう、まあ、この4つぐらいですかね。この4つは大きくその事業計画にも関わってくることなので、ちゃんと決めないといけないのかなというふうに思う。まあ、従業員はまああんまりなかったとしても、まあ、この3つですかね。これはあの初期費用に結構響いてくるので、ちゃんと考えないといけません。で、先ほど言ったように、こう自宅とかで始める場合とかって、100万円以下とかでもできる人、まあ、ほとんど何もかかんないっていう人もいるんですよね。一方で、テナントとかで結構設備とか使いますとか言ったらもう500万円じゃ効かない人もたくさんいると。だから結構幅があるんですよね。それとともにそのメインのところだけじゃなくて、消耗品タオルとかガウンとかがいる場合もあるし、あとその備品ですよね、空気清浄機だったりだとか加湿器だったりとか、まあエアコンとかもそうかもしれないですけど、そういうような備品とかも必要になるから、全ての支出を積算することが必要だし、でそのちょっと前のスライドにもあったと思うんですけど、予算をちょっと余裕を取っておけば、こう実際やってみて、あこれが足りないとか
っていうような消耗品とか備品とかってあると思うんですが、そういうのにも対応できるよねっていうことになる。だからこうカツカツで予算組んでたら、こういうものに対あの急に必要になるものに対応できなかったりもするので、やっぱりそういう面からも予算はある程度オーバーめにやっといた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で次ですね、次の話は男性にも分かりやすくっていう話なんですけれども、これはそのお金を借りる際の話なんですね。どちらかというと金融機関に行った時に、じゃあ担当者が男の人やったら、こう女性やったら当然知ってることを知らないことがあるんですよね。だからまあこういうような形でこう写真をこう添付して、こんなことやるんですよとかっていうのをしっかり説明してあげないとダメかなっていうふうに。で、営業手段は多い方がいいです。営業手段多い方がいい。でこれについても、そのリアルと、まあ、ウェブを使ったやつ、あともう一つの軸として有料と無料とあると思うんですよね。じゃあまあ無料のものはまあ基本的にたくさんやるっていうのが一つと、あと有料のものをやりたいっていう場合は、その資金計画の中にちゃんと織り込まないといけないっていうのはまあ考えないといけません。で関連購買ですね、あの関連購買って言うんですけど、クロスセルとかアップセルとか、まあいろいろ言い方はあるんですけれども、関連購買がありますよねと。エステだけじゃなくて、そこで使っているなんかそのものだったりだとか、あとはなんかその講習会ですよね、まあセミナーとかですかね、まあそういうの、そういうもので収入があるんだったら、そういうのもこう考えた方がいいのかなっていうふうに思います。金融機関の目からしても、あの売り物が一つっていうよりもいくつかあるっていう方が、まあ多少有利なんですね。いっぱいありすぎたら、こいつ何やねんっていうふうになるんですよ。何やりたいのっていうふうになるんですけど、一つの軸があって、そこにちょっとあの横道みたいなのがあって、そこでもまあ収入を取れるようにしますとかっていうのだったら、まあなかなか考えてあるなっていうふうに思われる可能性が高いので、まあこれもまあ重要かなっていうふうに思います。あと、女性に対しては、まあ、利子率の優遇っていうのがあります。うん、だから、この、ちょっと優遇されてるので、まあ、この制度を使いたいですっていうふうにちゃんと言えば使えるようになります。で、この動画の最後の方なんですけれど、ここは、まあ、創業融資の手続きの話です。で、ここまで来れば、あの製造業だろうが、飲食だろうが、エステだろうが、あるいはお花屋さんだろうが、あのパティシエだろうが、そこまであまり変わりません。で、あの融資の手順の前に、そのとりあえず借りたいなって思うんだったら、日本政策金融公庫、ここから行って、ここでいいと思うんですよね。これで足りないっていうことは、まあ基本的にあまりないと思うんで、まあここでいい、ここのこの新創業融資っていう商品があるので、まあこれを申し込んだらいいと思います。僕もまあさ、そのお願いしますって言われたら、まずここから行きます、ここから行きます。で、新創業融資ってどんな条件かっていう話なんですけれども、ここですね、やっぱりその自己資金要件っていうのが10分の1以上っていうふうになってるんですよね。パンフレットとか、あとネットとかを見るとそうなってるんですけれども、まあそれはそうなんですけれども、リアルな問題としては、最初も言ったように、まあ自己資金の 2.3 倍、まあ 2.5 倍ぐらいを目安に借りていくのがいいのかなっていうふうに。で、金額についても、まあとりあえず3000万とかっていうふうになってますが、とりあえず1000万円ぐらいを一つの目安にしてください。正直これ以上借りるのは難しいです。あと利率については、女性に優遇があるので、これを適用してください。まあどうやって言うかっていうと、まあ融資を申し込むときに、この向こうが勝手に言ってくれるときもありますし、もし何も言ってくれなかったら、まあこの女性と、シニアと若年者、まあ若い人ですね、この3つの属性の人には優遇されている制度があるっていうふうに聞いたんですけどって言ったら、ちゃんと申し込んでくれます。なので、まあしっかり適用することに、まあ利子率が下がるんですよね。これ結構重要なことなんで、まあ、ちゃんとこう主張してください。まあ、僕のやった例だったら、
日本政策金融公庫の人が、まあ、この優遇措置もやっときますねっていうふうにもう言われることもあるんでね、もし言われなかったらやりたいですってちゃんと言ってもらえばいいと。で続いて、まあ、ここがまあ手続きの流れなんですけれども、まあ、こう上から順番に時系列でいきますと、でまずは、まあ、まあ相談に行ったらいいと思うんですね。こういうふうなことをやりたいと思ってます。そしたらまあこういうのがありますよとか、あとまあ必要な書類がこんなありますよとかっていうのを教えてもらうことができます。で必要書類がまあとりあえず揃えばネットで申し込むことになるんですよね。で必要書類に関してはまあこういうものが必要ですよっていうことになります。で設備資金、要はその、ものを買い、設備を買います、あるいは内装工事、あとテナントだったらテナントの初期支出ですね、保証金とか敷金礼金みたいなやつですけども、そういうものについてはその見積書がいりますが、金額を確認できないとダメなんですよね。だからまあそのもう申し込みの段階で、まあ、結構事業計画なんかは資金計画なんかはしっかり考えとかなダメなんですよね。で、まあ、事業計画書については、まあ、任意なんですけれども、まあ、提出する方が僕はいいのかなっていうふうに思います。1% でも確率上げるんやったら、やっぱり事業計画っているよねっていうことになります。で、その時に事業計画で、注意点が、まあ、あるんですけれども、まあ、誰かに任せるっていうんやったら、まあ、誰かに任せたらいいと思うんですよね。僕じゃなくてもいいし、いわゆる専門家、税理士だって、ってやってくれますし、その中小企業診断士だとか、まあ、ちょっと怪しめですけれども資金調達のコンサルとか、まあ、いろいろいるので、で、じゃあ自分で作りますってなった時にポイントはやっぱりその創業計画書と項目を合わせるのが一つ肝かなっていうふうに思うんですね。創業計画書って何かっていうと公庫所定のフォームがあるんですよね。 A さんので、それだけ出し取りはいいんですけれども、でもそれだけじゃ書ききれないものってあるんですね。それを事業計画に書くのがいいかなと。だから創業計画にないようなものを、まあ、その内容として書いても、まあ、あんまり評価がされにくいのかなっていうふうに思う。関連するものやったらいいんですけど、全く関係ないようなやつについては、まあそのページ数が多くなるだけなんでね、まあ、ページ数もまあ12、3枚っていうところがいいところやと思うんで、あとここですかね。エステに関しては、エステっていうかそのサロン系に関しては、競合調査は絶対にあった方がいいですね。はい。まあ、どんなビジネスでもそうなんですけれども、やっぱり競合調査はちゃんとやった方がいいかなっていうふうに思います。あと、写真ですよね。要はその、僕みたいな専門家業っていうか、修行っていうのは、なかなか見せるものがないんですけれども、ちゃんと見せられる商売でもあるので、そのインスタみたいなやつとかを見たらわかるように、やっぱり見せることのできる商売なんで、こんなことやりたいですよっていうのを、ちゃんと写真を使って、こう何も知らないと思うような金融機関の人にもちゃんと伝わるように事業計画を作れば、評価がアップして、この融資にこうぐんと近づくのかなと。逆に何書いてんねんこいつみたいなことになるとだいぶ遠のくんで、まあこれができなかったら、まあそうだな、やっぱり僕のために言うわけじゃないけれども、まあ専門家を入れてもいいのかななんていうふうに、まあ、資金調達額にもよると思うんですけどね、専門家を入れてもいいのかなっていうふうに思います。でじゃあ申し込みやりましたってやったら次は面談があるんですよね。で面談はこう申し込みしてからまあ1週間前後とかまあ10日ぐらいのところでこうアポを取るんですけれども、でその面談ではまあ質問をされるんで、まあとりあえず対策は必要になります。まあ基本的なもう調べればすぐ出てきます。5つ6つぐらいこうよく出てくるような質問があるので、それはしっかりやっといた方がいいです。でこの面談の時にも必要資料があります。まあこれは結構量が多いんですよね。これとこれ。だから10個ぐらいあるんですよね。だから、
この申し込みの時の必要資料よりも面談の時の方が必要資料が多いので、これはしっかり揃えときましょう。もうすでにこう事業計画なんかを作ってる段階でこういうものも意識しながら作ったら、まあ、大丈夫なのかなっていうふうに思うんですよね。特に今までやった例で時間がかかったのは、サラリーマンというか、その従業員からこう今から起業しますっていう人の場合、結構この源泉徴収票がありませんっていう人がいるんですよ。で、源泉徴収票がないから前の会社から取り寄せないとダメですっていう人がいて、それはまあもうすでに用意しといたらいいと思うんですよね。でもなくなった、もう 手元にないわっていう人は、もう言われてからやるんじゃなくて、まあそのどうせ言われるんやから先やっとった方がいいんですよね。で、借入金なんかがもしあれば、まあ、その返済予定表なんかもまあ出してくださいよっていうふうに言われます。で、この動画の一番最初に言ったような賃貸契約書なんかもいりますよと。まあ、仮契約でもいいんで、仮契約とか仮押さえとか、まあ、こういうところをこういう物件でやりたいと思ってますっていうのでもいいんで、出さないといけませんですね。で、まあ、必要な書類については国から連絡があるので、それを揃えたらいいんですよね。でも大体1から9、まあ、この間のこういう書面がまあ必要になります。で、先ほども言ったように創業融資ってまあ面談があるから、まあ、そういうような動画もやってますし、これ見てまあよくわかんないよなとか、こういうこと思ってるんですよとかっていう人がいれば、サイトのリンクもしてありますので、そちらをご利用ください。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどがあれば嬉しいです。またお会いできる日を楽しみにしています。さようなら。